おからいお茶のグローバルアンバサダー株式会社、伊藤園は30日、おからいお茶のグローバルアンバサダーである、大谷翔平投手との新たな施策として、外85箇所以上の屋外広告ジャックを行うと発表した。ニューヨークのタイムズスクエアでも広告が掲出される。では、大谷の地元である岩手県にて31日より掲出を開始。渋谷駅周辺や札幌、盛岡、仙台、東京、名古屋、大阪などといった12都道府県82箇所で掲出される予定となっている。渋谷駅と名古屋駅構内の円柱媒体には、大谷の俳句が書かれた巨大、おからいお茶ボトルの広告が出現する。大谷がヤンキース戦でニューヨークを訪れる予定の現地6月8日から10日には、タイムズスクエアに掲出される。他にもでは、ロサンゼルスや台湾などでも掲載される予定。当社では、外で一堂に屋外広告ジャックをすることは今回が初めてかつ最大規模の取り組みですと発表。大谷と共に取り組む一大プロジェクトとなる。フルカウント編集部。